電子帳簿保存法を骨抜き。はい、トリモンチャンネル始めていきたいと思います。12月7日水曜日、はい、2023年10月、消費税ね、インボイス制度、導入始まりますよっていうね、のは散々ね、過去動画でもやってきましたけれども、もう一つ、まあ、めんどくさいのが、まあ、2年間延長、猶予期間をね、経まして2023年12月までで、まあ、猶予期間ね、2年が終わるんですけれども、2024年の1月からね、まあ、スタートされると言われておりました電子帳簿保存法の方がですね、ちょっとね、骨抜きになったんじゃないかなっていうようなね、あの記事がありましたので、ちょっとね、見ていきたいと思います。請求書データ管理対応遅れの企業は紙も容認というのをね、政府が検討しておりますと。税務当局が相当の理由があると判断すれば特例として扱うと。例えば資金面で会計相当の導入が難しいなど幅広い理由を見込める見込みだと。事前の申請も不要にすると。もう完全に骨抜きだと思います。特例は今も紙で社内手続きを進めている企業が念頭にある。取引先からメールで受け取った請求書データを専用フォルダで保存するなどして税務当局が確認できるようにしておけばいいようにする。本来はデータを受け取った請求書にタイムスタンプと呼ばれる時刻情報をつけたり、検索機能をつけたりする必要があると。請求書内容の改ざんを防ぎデータを原本と証明するためだと。企業側からは電帳法に対応した会計ソフトの導入や社内のすべての取引を把握してデータ化する負担が重いという声が出ていたと。日本商工会議所が9月に公表した調査では4割の企業が電帳法に基づくデータ保存の対応を何もしていないと答えたと。で、今まではですね、売上高1000万円以下の事業者には検索機能の確保不要とする緩和措置も見直し、これからね、対象を5000万以下の事業者に引き上げるというのをね、検討しているということなので、まあ、5000万以下だったらね、もう個人事業主なんかほとんどだと思いますので、まあ、完全に骨抜きになったなと。で、なんだったらもう個人事業主でもうこのシステムとかをね、もういち早くもう導入したりしてたところっていうのは何だったのっていうね、入れ損みたいな感じにね、なっちゃったんじゃないかなっていうようなね、風にね思えるような、記事でしたね。はい。まあ、うちもね、税理士さんから例えばアマゾン様とかね、アマゾンとかからなんか物をね仕入れた買ったした時は今まではそれをね、プリントアウトしてね、領収書をプリントアウトして、それを貼り付けてね、帳簿つけてたら OK だったんですけれども、まあ、それをね、まあ、データ保存して、ね、なおかつ、検索でね、すぐ、曜日ごとには曜日ごとっていうかね、あれは検索しやすいようにしなくちゃダメだよっていうふうにね、言われてたんですけど、どうやってやったらいいんですかっていうようなね、感じだったんですけれども、ぶっちゃけうちもまだ何もしてなかったんですけれども、何もしなくていいような、感じにねなったみたいな感じですね、これは。はい。まあ、これとね、もう完全にこの電子帳簿保存法の方がね骨抜きになっちゃったんで、インボイス制度の方もねギリギリまで、前の動画でも言ってましたけども、まあ、レジがね、インボイス対応にしたやつを買わなくちゃ多分ダメになるだろうけれども、まだなんかこの決め手がボンっていうのはね、確定版みたいなのが出てないので、来年のねギリギリまで買わないでおこうみたいな話をね過去動画でしておりましたけれども、まさに本当に途中で手のひら返し来たなと。でインボイスの方も1万以下だったらね、番号インボイス番号とかいらないよみたいなね、なんか手のひら返しじゃないけどね、まあ、ちょっと緩和措置みたいなのもちょこちょこ出始めてたので、まだまだなんかね、変わる余地というか、なんかガラッと、なんだったら元のままでいいんじゃないっていうようなね感じになりかねないので、まあ電子帳簿保存法の方がね変わっちゃったんで、変わったっていうかほぼ、なんかもう、
もう何もしなくていい状態になっちゃったので、インボイス制度の方もちょっとなんかもしかして同じような感じになるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと思うような、ニュースでしたという感じですね。はい、どうなるんですかね。もうこのね、1000万以下が検索不要だったのが、5000万以下がもう検索ね不要、になったのがね一番でかいかなと思いますので、売上高ね。なので、ちょっとね、まあインボイスの方もまだわからないよっていうことでね、ちょっとレジ等ね、あの準備はインボイス番ナンバーでの登録はもうしてるんですけれども、あのレジとかね、まあ、そちらの方は、ギリギリまで待とうかなっていうのをね、まあ、この記事見てね改めて思いましたということでね。いやーもうなんかね、最初からやんなよっていうね、もう一言でね終わりそうな、まあ、ニュースでしたけれども、まあ、個人事業主全般ね、皆さん、全員とかね、からしたらまあ、ラッキーニュースじゃないかなと思いましたので、これはちょっとね久々にちょっとテンション上がるニュースでしたね。このまま、こんな感じでねインボイスも、現状維持で OK よみたいな感じにならんかなと思って、ちょっとね、2024年1月から始まるね電子帳簿保存法のね、話をしてみました。はい、というわけでね、チャンネル登録、グッドボタンねよろしくお願いいたします。はい、終わります。